西条正明は日本の元プロボーラー。本名、大野正明。8人兄弟で5月緑を、姉、小松緑を、妹、西川明を追いに持つ。東京都江東区出身。ボーリングの世界に入る前は歌手として活動していたが、1971年4月に日本プロボーリング協会発揮生としてプロデビュー。男子プロトーナメントでは、 矢島淳一の41勝に次ぐ35勝、パーフェクト17回、800シリーズ7回を誇る。テレビ東京系の番組、ザスターボーリングに出演した時、ストライクが取れるコースにボールを連続で投じて、ボールで、レーンに塗布されたワックスを削り、ボールの通り道を作る技術を持っていると語り、実演したことがある。 1974年、女子プロボーラーの須田高横と結婚も後に離婚。1996年、アメリカのショーボートで開催された、PBA シニアインビテーショナルでは、たった一個のボールを持ち込み日本人として、初の優勝を飾る。趣味の絵画も、また古典を開くほどの実力を持っている。料理も得意であり、2009年2月9日に、館内に、 家庭料理店、お暇なら来てねをオープンし、現在に至る。2010年2月27日、社団法人日本プロボーリング協会へ大会届を提出。ありがとうございます。